どうも、あきとです。受験数学演習の第24回目で、今回は三角関数の問題を使っていきたいと思います。括弧 1fx イコール cos3x プラス 4cos2x の最大値と最小値を求めよう。括弧2方程式 sinθ プラス sin3θ プラス sin5θ イコール0、括弧0小なり θ 小なり π を解け。今回はこちらを見ていきたいと思います。まずは括弧1番見ていきたいと思いますが、括弧1番この関数 fx の最大値と最小値を求めよう、こういうふうに言っていて、今回はこういった三角関数の問題を使っていきたいと思います。三角関数の問題、形に応じていろんな対処法ありますので、しっかり整理してできるようにしなければいけません。じゃあ括弧1番どの方針が有効なのかというのをまずは考えてみようと思いますが、基本方針としては2つあって、1つ目が角度種類を揃える、2つ目が和積積約公式を利用する。この2つの基本方針のうち一番多いのがこの基本方針1、角度種類を揃えるというものですので、じゃあ括弧1番この基本方針1、これが有効かどうかというのをまずは考えてみようと思います。この括弧1番角度 3x2x ということで揃っておらず、このままでは扱いにくいんですが、角度種類を揃えて仮に cos(x) の3次式という感じで表すことができれば、それを置くことによって、じゃあ結局三次関数の最大最小の話に帰着されるので、最大値と最小値調べていくことができるよと。最大最小の話に限らず、角度種類揃えて sinx の三次方程式の形になったら、結局三次方程式、それを塊で考えてあげれば三次方程式の話になって、すでに知っている処理してあげればいいし、仮に完全に揃えることができず sin cos 混在していても、例えば方程式を解くという話において共通因数が現れれば、それでくくって、じゃあかけて0という形になればどっちか0という感じで処理していくことができたり、いずれにしろ角度種類揃えることによって塊ができて置き換えとか、あとは共通因数くくったり扱いやすい形、知っている処理が有効になったりするので、この基本方針1、角度種類を揃える、これが有効になってくるわけです。じゃあこの括弧1番 fx、 じゃあこれに対し角度種類を揃える、まずはこれを考えてみようと思いますが、じゃあ角度揃えるというふうにしても、どの角度に揃えるのか、今 3x、2x があって、じゃあ 3x に揃えるか、2x に揃えるか、それとも別のものに揃えるのか、じゃあどうするのか、まずはそれを考えてみようと思うんですけど、今これ x に対して3倍したもの、で、こっちに関しては2倍したもの、じゃあ3倍角の公式、2倍角の公式使ってあげるとどうなるのかというのを想像してあげれば、cos(x) の3次式、こっちに関しては cos(x) の2次式という感じで表すことができるので、なので今回角度に関しては角度 x、こっちに関しては3分の1の角度、こっちに関しては2分の1の角度、 3x でも 2x でもなく角度 x に揃えてあげるといいんじゃないか、種類に関しては3倍角公式や倍角公式思い出してあげれば cos に揃えることができるよと。なのでこの基本方針1が有効だろうと。実際それをやっていくと、 cos3x に対しては3倍角の公式、4倍の cos3 乗 x マイナス3倍の cos(x) と、cos2x に対してはプラス4の倍角公式で、今コサイン種類に関してはコサインで揃えたいので2倍のcos2乗x マイナス1ですよと。3倍角倍角公式使って、これでコサイン x の3次式で表すことができました。今3倍角の公式、2倍角の公式使ってこういうふうにしたわけですが、もしそれ覚えていなくてパッと出せないんだったらその場で作ればよく、例えば倍角公式に関しては 2x ってのは x+x と考えて加法定理を使ってあげればいいよと。加法定理に関してはパッと出てきてほしいところで、これコサインコサイン引くサインサイン、角度はどちらも x なので、つまりこれコサイン2乗 x マイナスサイン2乗 x ですよと。じゃあ今コサインに揃えたいので、こっちのサイン2乗、ここの部分をコサインで表したい。じゃあサイン2乗っていうのは1マイナスコサイン2乗と、サイン2乗足すコサイン2乗イコール1という性質使ってコサインに揃えることができるよと。今マイナス括弧の項ですよということですので、これ展開して整理してあげると2倍の cos2乗x マイナス1ということで、例えば倍角公式 cos2x に対してはこうすることで2倍の cos2乗x マイナス1というふうに出すことができ、3倍角に関しても同様で、じゃあ 3x だったら 2x 足す x というふうに考えてあげればいいよと。 cos2x 足す x っていうのは、これ cos2x cos(x) マイナス sin2x sin(x) で、 cos2x に対してはこれは今導いた2倍の cos2乗x マイナス1の cos(x) と、でマイナス sin2x が2倍の sin(x) cos(x) これに関しても sin の加法定理 sin(x+x) で考えてあげればパッと出てくるもので、
で、かけることの sinx ですので、sin2 乗の cos x というふうになるよと。で、sin2 乗っていうのは 1-cos2 乗で、これで全部 cos に揃えることができ、こうすると、今これ展開すれば、2倍の cos3 乗 x マイナスの cos x というものがあって、で、今、ここマイナスも含めて、マイナス2、sin2 乗がこうですよと。で、さらに、コサインの部分を合わせて考えてあげると、マイナス2コサイン X と、マイナス2コサイン X、マイナスマイナスでプラスに変わり、2コサイン2乗でコサインですので、2コサイン3乗と。足してあげると、4コサイン3乗、マイナス3倍のコサイン X ということで、忘れていたら、その場でこういうふうに導いてあげれば、この変形することができます。じゃあ今こういうふうに変形することができ、整理すると4コサイン3乗 x、2次の部分が死にが8で8コサイン2乗 x、1次がマイナス3倍のコサイン x、4引く1ですのでマイナス4と、4×マイナス1ですのでマイナス4と。じゃあこれでコサイン x の3次式、角度 x 種類に関してはコサインで揃えることができ、じゃあ今回コサイン以外現れていないので、これまとまりで考えてあげるよと。つまり t イコール cos x こう置いてあげると今これ 4t の3乗足す 8t の2乗マイナス 3t マイナス4ということで t の3次関数で表されるよと。じゃあこの最大値と最小値を調べていけばよく、今変数 x を t に変えているので、じゃあこの fx に対しても一旦この t の3次関数を gt こういうふうに置くことにして、で範囲に関しては fx の方 x の範囲特に書かれていなくて、こういう場合は x については実数全体で考えていくんだけど、今これ t に置き換えているので、この t の範囲に関しても注意が必要ですよと。これに関しては cosx のグラフを考えてもいいし、つまり cosx のグラフっていうのはこんな感じになっていて、実数全体横軸 x 縦軸 t で考えてあげると t の範囲はマイナス1と1の間なので、マイナス1以上1以下というふうにしてもいいし、この cos の定義つまり単位を書いて思い出してあげれば、この角度 x に対し、この x 座標、これが cosx ですよと。じゃあ x、この角度を動かして、今回実数全体で角度を動かしてあげると、x 座標、今これ半径1の円で考えているので、マイナス1と1の間、ここしか動くことできないよと。x が実数全体動くときに、t に関してはマイナス1以上1以下、ここ動くので、これを定義域として考えてあげて、あとはこの3次関数、これの最大値と最小値を求めてあげれば OK と。今置き換えしていて最大最小の話ですので、じゃあ x の範囲を t の範囲に置き換える毎度のことであるんですが、これを忘れずにやってあげて、じゃあ今の話整理すると 4t3 乗プラス 8t2 乗マイナス 3t マイナス4定義域マイナス1以上1以下のこの関数の最大値と最小値を調べてあげればいいよと。あとは普通の3次関数の話ですので、とりあえず微分してあげると、これが 12t2 乗プラス2が降りて 16t のマイナスの3と、12163というふうになっていて、この因数分解考えてみると、6×2 で6318と 1×2 で 18-2 で16が出てくるよと。つまり 6t、ここプラスなので、ここプラス3で、ここマイナス1で 2t というふうにしてあげればいいだろうと。こうすると 12t2 乗 18t-2t で 16t で -3 でこういう因数分解ができたよと。じゃあ増減表を書いてあげると、今 -1 と1の間で考えていくよと。この g' どういう状況なのかというと、今交点の方が1個が -2 分の3と、で右側の方が6分の1で、範囲に関しては -1 と1の間で考えているよと。マイナス2分の3、マイナス 1.5 ですので、マイナス1と1の間動かしていくと、今こういうような状況になっているよと。6分の1ってのはこの間にあって、マイナス2分の3っていうのはマイナス1より小さいので、符号としてはマイナスからプラスに変わっていくよと。じゃあマイナス1から t 動かしていったときに、6分の1が境目、そして1でこの間 g't っていう符号は、これマイナスからプラス6分の1で0、こうなっているよと。ということは GT の増減下がって上がるという状況になっていて、じゃあ今 GT 下がって上がるよと。ということは6分の1、これが最小、あとはマイナス1と1比較してあげれば大きい方が最大ですよと。じゃあ G マイナス1計算してあげれば、 T のところにマイナス1入れるとマイナス4足すここの分が8で、プラスのここが3のマイナスの4と。なので今これマイナス4マイナス4のプラスの8ですので、ここのプラスの3だけが残っていて、こっちの方が3と。じ
た G1 T のとこに1を入れると 4+8-3-4 と、 4-4 が消えて 8-3 で5ということは最大値5の方が大きいので最大値が5と、最小値に関しては T のところに6分の1入れてあげればよく、これは落ち着いて計算してあげると6分の1入れて4×6分の1の3乗、つまり6の3乗分の4足す8かけ、これが6の2乗分ので、マイナス 3×6分の1-4 ですよと。6の3乗っていうのは 6×6×6分の4で、今4でこれ約分することができるよと。つまりここ3というふうになって、じゃあ 6×3×3分の1というふうになったよと。 6×3×3分の1足すことの6の2乗を 6×6 でこれ4で割ることができるよと。今4で割ると22で割れて、つまり 3×3分の2引くことのこの部分が2分の1でマイナスの4ですよと。じゃああとはこれを落ち着いて計算していくだけで、今ここの部分633があってここ2があるので、じゃあここ計算してあげると6336っていうのは 2×3 ですので、2333分の1というものがあり、で引くことの今2があって、じゃあ333これを引いてあげて足すことの33分の2引く4と、今ここの部分が1-3の3乗、1-27ということでマイナス26で、これ2で割れるよと。2で割ってあげるとここが13と、でこうすると 3×3×3 分のここが3倍してあげて6と、ということは 3×3×3 つまり27分のマイナス13プラス6ということでマイナス7でマイナスの4と、27分のマイナス7引くことの27、4×27 すると7×4=28で、4が8ですのでここが108と、ここマイナスでさらに引いているのでここが27分のマイナス7マイナス108ということで、27分のマイナスの7たす108で115と。この計算ちょっと大変でありましたが、これで計算することができ、じゃあ今の計算結果により最小値についてはマイナス27分の115、最大値に関しては5ですよということで、これで括弧1番おしまいです。今度は括弧2番見ていきたいと思いますが、括弧2番この方程式を解けというふうに言っていて、じゃあ今度さっきと同じく基本方針1、じゃあこれが有効かどうかというのをまずは考えてみようと思いますが、今角度に関しては θ3θ5θということで揃っていないので、じゃあ角度種類を揃えるこの基本方針1考えていくと、 sin3θ に関してはこれは sin の3倍角の公式一応書いておくと、これっていうのが3倍の sin θ マイナス4倍の sin3θ というものがあり、じゃあこれに関しては θ で揃えることができるよと。で sin5θ に対してはこっちに関しても頑張れば θ にすることができ、ただ5倍角の公式みたいなもの頭に入っているという人はあまりいないと思いますので、こっちに関してはその場で作るしかなく、じゃあ 3θ 足す 2θ で、 sin3θ cos2θ 足す cos3θ sin2θ で、でここの部分 sin の3倍角 cos の3倍角で倍角倍角というふうにやって頑張っていけば一応 θ で揃えることができ、そうすると結局 sinθ の5次式とかになるとは思うんですけれども、じゃあそれで5次方程式になってという感じで一応解くことできるんですが、ただここの部分今 θ に揃えようとすると3倍角こっちに関してはめっちゃ頑張って計算して5次方程式になり、そこまで整理するだけで結構大変ですので、できればこの基本方針1に関してはやりたくないと。もし他の方針が浮かばなければ最悪それをやるということにはなると思うんですけど、一旦置いといて、じゃあ他の方針でパッとできないかというのを考えてみようと思います。じゃあ基本方針の2つ目で和積積約公式を利用するというものがあり、例えば方程式を解くという話においては積の形、それができれば扱いやすいことが多いよと。かけて0だったらどっちか0ということで処理できたりと。なので方程式を扱う上では和の形より積の形の方が扱いやすく、じゃあ和の形を積の形にする公式、和積公式があり、例えば関数の最大最小の話で積の形があったときに、でも関数の話を扱う上では和の形の方が扱いやすいことが多く、もちろん方程式だったら和積、関数だったら積和というわけではなく、状況に応じて丁寧に対応しなければいけないところであるんですけど、
とりあえず和の形を積に、積の形を和の形に直すような公式あるので、じゃあこれが有効なんじゃないか、それは基本方針に和積積和公式を利用するというもので、じゃあとりあえず基本方針1はちょっと大変そうということで2の方に切り替えて、これはどうかというのを考えてみようと思います。じゃあ今これ和の形、積の形は登場していないので和積公式が有効なんじゃないか。で今これ sin の和の形になっているので、じゃあ sin の形の和積公式 sina たす sinb イコール、これは何かというと2倍の sin2 分の a プラス b cos2 分の a 引く b、 これが sin たす sin という形の和積公式で、これに関してもパッと出てこないんだったらその場で作ればよく、 sinα たす β イコール、これ加法定理で sinα cos β たすことの cosα sin β、 これ α たす β の加法定理で、もう一つ α 引く β の加法定理、これ足してあげれば sin たす sin という形になるよと。これを整理したのがこの形なだけで、結局加法定理から出てくるものと。今これ sinα cos βマイナスの場合っていうのは、ここが cosα sinβ で符号が変わるよと。で、上足す下で sin 足す sin になって、じゃあ sinα 足す β 足すことの sinα 引く β で、cosα sinβ がプラスマイナスで符号違いで足しているので消えるよと。sinα cosβ は足しているので、2倍の sinα cosβ というふうになるよと。ということは、あとはじゃあ α たす β がラージ A、α 引く β、ラージ B というふうにして、今使いたい形は sin たす sin ですので、じゃあここのラージ A、ラージ B を変数として表したいよと。つまり α たす β イコールラージ A、 α 引く β イコールラージ B で、 αβ の話をラージ A、ラージ B の話にしてあげればそれでおしまいと。つまりこの連立方程式を解けば、あとはここの αβ に代入しておしまいで、上足す下で2α イコール a プラス b、 上引く下してあげると α が消えて 2β イコール a 引く b と、こういう一連の流れが分かっていれば何度もやることによってだんだんとパッとできるようになり、今ここの部分じゃあ sinA というふうになって、こっち sinB で、結局 α たす βα引く βab というふうに置いているので、足してあげれば β が消えて 2α イコール a プラス b になるよと。ということは α の部分、ここの部分がアルファイコール2分の a プラス b なので、ここの部分 sin2 分の a プラス b で、 cos の部分ベータでこれ2で割ってあげれば2分の a 引く b ということで、忘れていれば加法定理並べてこうして導くことできるので、なので覚えていなければこうすればいいんですけど、とりあえずこの和積公式っていうのが今回有効なんじゃないか、それを考えてみると、今ここに3つあるので、今この和積公式っていうのは2つの sin の和に対して積の形に直すよと。ということは、この2つに和積を使うか、この2つに使うか、この2つに使うかという3パターンの可能性があり、その中で一番処理しやすいものというのを考えてあげればいいので、じゃあどれが処理しやすいのかというのをまずはチェックしてみたいと思います。今これ sin たす sin で角度が変わるよと。今角度が変わり、どういうふうに変わるのかというと、足して2で割った、つまり平均と引いて2で割った値、じゃあシータと3シータで考えると、これ足して2で割ったものに関しては4シータ2で割って2シータと、で引いて2で割ったものはマイナス2シータの半分ですのでマイナスシータ、なので残るのは5シータと2シータマイナスシータが残るよと。じゃあ一方3シータ5シータで考えてあげると、足して8シータ2で割って4シータ、引いてマイナス2シータで2で割るとマイナスシータ、この3シータとあとはマイナスシータ4シータということで、まあ、一応シータマイナスシータでこれが有効かもしれないなということで、まあ、とりあえずこっちの可能性はちょっとだけありそうと。あと残る可能性これチェックしてあげると、シータ5シータで足すと6シータで、でこれ2で割ってあげると3シータで、引くとマイナス4シータで2で割ってマイナス2シータですよと。で今これに関して3シータ、ここの部分3シータが残り、残りの部分で3シータが出てくるよと。あとはサインコサイン考えてあげると、足した方に関してはサインとサインの場合っていうのはサインの3シータかけるコサインのマイナス2シータということで、サイン3シータが残り、あとはサイン3シータかけるこれが残って共通因数3シータが現れるよと。なので今回和積公式、ここの2つに使ってあげるのがいいだろうと。じゃあそれでやってあげればサイン3シータの共通因数ができるぞということで、それで進めていくと、じゃあここの sin θ、sin 5θ 使ってあげれば、 sin のここ2倍の sin の
今足して 6θ、 2で割った 3θ で、コサイン2分の今 θ 引く 5θ マイナス 4θ を2で割っているのでマイナス 2θ プラスのサイン 3θ イコール0ですよと。なので今こうなり、今ここの部分コサインマイナス 2θ で、ちょっとマイナス 2θ 若干複雑になっているので一旦ここのマイナスの部分正の話にしようと思いますが、今どういう状況なのかというと、じゃあマイナス 2θ ですので 2θ 普通の方、左前の方 2θ に対し逆の方に 2θ 行っているよと。でここの部分の x 座標っていうのがコサインマイナス 2θ と、一方普通の向き正の向きに 2θ 行ったこの部分の x 座標っていうのがコサイン 2θ ですよと。でこの2つ同じと、要するに左回りで行こうが右回りで行こうが x 座標の変化に関しては全く同じ、 x 座標を表しているのはコサインなのでこの2つ同じですよと。コサインマイナス 2θ っていうのはコサイン 2θ なので、なのでこれでここの部分整理することができたよと。ちなみに今サインシータ、サインゴーシータ、AB というふうに考えたんですが、ゴーシータを A、シータを B というふうに考えてあげれば、ここの部分がゴーシータ引くシータで4シータ、2で割って2シータというふうになるので、大きい方、小さい方という感じでやってあげれば、今の操作必要ないので、なので和積公式に慣れてくれば、さらにその先の変化も含めて、いい方選べるといいと思うんですが、まあとりあえずいずれにしろ今こんな感じになったよと。今これサイン 3θ という共通因数が出来上がったよと。で2倍のコサイン 2θ プラス1イコール0かけて0という形ですので、ということはじゃあサイン 3θ っていうのが0である、もしくはここの分が0ですよと、コサイン 2θ がマイナス2分の1。じゃあこれでもともと複雑だったものがだいぶ簡単な形になり、あとはそれぞれ解いてあげればよくて、じゃあ今サイン 3θ が0ですよと、この 3θ 注目すると θ の範囲に関しては0と π の間で考えているよと。じゃあ 3θ の範囲でいうと3倍してあげて0より大きく 3π 未満と、つまり円考えてあげた時にどこ動くのかというと、0からスタートしてここはイコール含まず角度 3θ、 これっていうのが 3π ですので1周して 2π で1周半が 3π ですよと。じゃあこういうふうに円周上1周半するときにサイン y 座標が0となるような瞬間、最初イコール含んでいなくて、じゃあ半周したちょうどここの瞬間、つまり π の瞬間っていうのが y 座標0になり、でもう半周すると今度 2π これ0になり、で今1周半するので最後ここまで行き、一番最後の瞬間 y 座標0なんですがイコール含んでいないのでこの2つですよと。つまり 3θ という角度、これが π の瞬間と 2π の瞬間、この時が 3θ、 これのサインが0となる瞬間ですよと。であるか、もしくはこっちの方は 2θ で考えているよと。じゃあ 2θ っていうのは今度は 0π の間、これは2倍するよということで、2倍してあげれば 2θ が0と 2π の間ですよと。つまり1周するよと。最初と最後の部分に関しては含まず、これ1周しているよと。じゃあこういうふうに1周した時に、コサイン x 座標がマイナス2分の1の瞬間と、 x 座標がマイナス2分の1の瞬間っていうのは今ここの部分の角度、 x 座標がマイナス2分の1という状況ですので、つまりここの部分の角度120度、つまり3分の 2π と、あとはこっちの方に行った3分の 2π でもう3分の 2π 行った240度、つまりこっち側の方っていうのがこれが3分の 4π と。ということは今 2θ というものを0からスタートして1周するよと、最初と最後は含まず、この時に x 座標がマイナス2分の1となる瞬間っていうのが3分の 2π っていうのが一つと、あとは下側の方に行った3分の 4π と。なのでじゃあ右側の方のコサイン 2θ がマイナス2分の1となる瞬間に関してはこうですよということで、じゃあこれを考えてあげれば θ イコールこっから3分の π、 3で割ってあげればこっちから3分の 2π、 そしてこっちの方2で割ってあげると3分の π が出てくるんだけどこっちにかぶっているよと、でこっちの方2で割ってあげると3分の 2π でこっちもかぶっているよと。なので今回結局この2つ、このどっちかではあるんですが両方ともかぶっているので3分の π と3分の 2π、 この2つ、まあ、両方満たす値ではあるんですがいずれにしろこれを満たしているよと。なのでこの方程式を解いてください。θ、解としてはこれですよ。ということで、括弧2番おしまいです。
はい、ということで今回は受験数学演習の第24回目で三角関数の問題を扱いましたが、今回はこの最初の基本方針1にこれに当たる問題の括弧1括弧2、これを確認したわけですが、もちろん他の状況に対して他の対処法それありますので、次回以降残りの方針に関して具体的な問題で見ていきたいと思います。とりあえず今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。